はい、こんにちは。はい、いい返事だ。こんにちは。すごい茶番。やべ。今日9月11日話したいことがあります。それは、昨日の動画についてですね。昨日何があったかというとですね、まあ、分からない人向けに説明しますと、まあ、僕の中学校の時の、部活の時のね、メンツのグループラインがありまして、そちらの方ですね、去年の9月11日、12日の日曜日に、すげえ久々にみんなに通話して、そこそこ盛り上がったんですよね。で、その時に、まあ、こんな感じでまた盛り上がるような機会があれば、なんか通話とかなんなりあればいいね、みたいな話をしたんですけど、まあ、みんな覚えてるかどうかわかりませんけどね。まあ、僕はそういうのを覚えるタイプなんで、まあ、覚えといてたんですよね。まあ、だからまあ、1年経ったわけですよ。昨日、まあ、今日ですね。実際には。で、だから、この、僕 YouTube やってるんで、まあ、もしよかったら見てください、みたいな感じで動画撮ったんで、みんなに URL 送って貼ったの、グループラインに。そしたらなんと、既読4件ですね。既読4件ついて、今のところ既読無視という結果になってます。はい。はい。いや、まあ、あれですよね。まあ、みんな、ね、1年も経ったらもうそういうノリじゃないのかな。大人になったっていうの？なんつうの？なんかもうそういうね、ウェイ久しぶりみたいなノリはもうなくなっちゃったのかな、きっと。僕はそれに関しては少し悲しいです。はい、今日のご飯はセブンのこれ、イベリコ豚重。数量限定だったんで買っときました。あとなんだっけ、そう、盛り上がると思ったんですけど、なんかまあ、既読無視っていう形ですね。だって、まあ、再生回数、そう。再生回数どうなんだっていうね。みんな見てくれたのか、その4人のうちみんな見てくれたのかっていうところですよ。そしたらまあ、今、現時点で14回再生っていうね、謎の多さ。もう、びっくりしたね。全然、もう10回もいかないでと思ってたけど、何に反応したのか、気になるところですね。14回だから、で、外部から来てるのと、直接入力不明。多分この外部と直接入力または不明っていう、この、このチャンネル、動画にたどり着いたっていう痕跡。で、これ22なんで、多分ここが多分記録回数2と合ってるから、まあ LINE から来たのかなっていう感じ。でも YouTube 検索で1回来てる人いるね。怖いわ。何の検索してこれにたどり着いたんでしょうかね、その人は。まあ、とりあえず見てくれてるらしいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。もう少しデータがあればもっと詳しいデータが取れるみたいなんですけど、まあ、視聴回数か。視聴回数があればもっと詳しいデータが取れるみたいですけど、まあ、まあ、そんな、で、ないっすよね、もちろん。はい。で、まあ、既読無視に関しては、まあ、僕はね、慣れてるんで。よく他のグループ LINE でも既読無視されること多いんで、僕は。なんでか知らんすけど。嫌われてるのかな、きっと。もう慣れてるから、まあ、ぶっちゃけいいんだけど、まあ、仮にね、グループ LINE で他の誰かが既読無視されるようだったら、俺がされた方がいいかなっていうスタイルなんで。だから、まあ、しょうもない LINE スタンプとか送って、俺が、既読無視されたみたいな感じによく俺はしがちです。はい、誰かが無視されるより俺が無視された方がいいんで、はい、そう思ってるんで。だから今回に関してはまあ盛り上がらなくて、まあちょっと寂しいけどちょっと寂しいけど、まあしゃあないでしょうっていう感じですね。まあボップくんっていうね、そのまあさっきの説明した通り中学校の時のみんなメンツだったんですけど、みんな元気にしてんのかな、本当に。LINE がね、思った以上に盛り上がんなかったから、元気にしてるかどうかもわからないから。うまっ、これ。
あとなんか話したことあったけど忘れちゃったよ。メモしたのに。メモしたけど、でも悪いところが来たな、これな。あ、そう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 。まあ、ボップ君の人たちがね、またこの動画見てくれた、あ、そう、再生回数じゃなくて、なんだっけ、チャンネル登録者数も44から45に、この1日だけで変わったから、もしかしたら、その、ね、ボップ君の人たち、同級生たちが登録してくれたと思います。ありがとうございます。まあ、見てくれたら、まあ、何の動画なのか、あんまり昨日の動画では詳しく喋ってないから、改めてね、詳しく言うと、詳しくてもないけど、まあ、兄弟で思い出作りをしてるだけってだけ。うん。別に誰かに見せたいわけでもないし、なんだろう、再生回数で撮りに行ったり、収益化とか目指してるわけでもないから、無編集ですね。全部。全動画無編集。ほとんどの動画、全部動画言ったら嘘だな。ほとんどの動画、9割が無編集で、そのままパッて上げてるだけの、まあ、俺ら兄弟の思い出作りっていうか、まあ、日記みたいな。動画日記みたいな感じになってるんで、まあ、別にまあラジオ感覚とか、まあ、見るんだったらそんな感じで、まあ、真剣に見る必要性はね、うん、クソみたいな動画ばっかだから編集もしてねえからね、うん、クソみたいな動画だからそんなね時間あるんだったらね自分のためにねもっと活かした方がいいから正直、まあ、ラジオ感覚とかねちょっと時間ある時見るんだったらそういう感覚で見てくださいって感じ。まあ、あとは、あれだね。それこそ、同級生とか、じいちゃんばあちゃん、父さん母さん、妹、弟、その他もろもろのね、親戚とかが、あいつ今頃元気にしてんのかなみたいな感じにね、我ら兄弟のことを思ってくれたら、まあ、この YouTube 見れば、まあ、一目見たらね、一再生すればわかると思うんですけど、元気でやってるってわけですよ。そういうのもね、目的の一つにあるんで、はい。まあ、それがこの動画のね、目的なんで、将来のね、自分たちのためにも、記録を残しとく。まあ、それがこの動画、チャンネルです。ぜひ、はい。あ、でもこの動画、ボップ君のね、ボップ君の人たちために、いう、この、今日のこの動画は、LINE で URL 貼りません。なぜかというと、それはそれで、どういう再生回数で回るのかっていう、まあ、うん、実験っていうか、検証みたいな、僕の知りたいところなんで、あえて貼らないです。で、このままずっと僕が既読無視されていくのかも、ちょっと不安ではあります。一応8人いるグループなんで、残り、3人ですね。僕以外なんで、3人の人たちはどう反応するのかっていうのまだあるんで。まあどうせ、あれでしょ ?iPhone とかだから、そのトーク長押ししてなんかやってるこいつみたいな思って既読はつけないで無視してるパターンだと思いますので、はい。このまま、あ、逆に盛り上がんなかったら何年間盛り上がらないのかっていうのも検証したいから、あえてこの動画は URL 貼りません。はい。まあそういうことで。よろしくお願いします。じゃあね、バイ。